はい、ゆり、お疲れ様でした。お疲れ様です。今回、8週ね、連続の連戦が終わって、日本に一時帰国して、また戻って、改めて LET ツアーに出てるわけですけれども、いかがでした？その8週連続の試合中、でまた1週休んで戻って、どんな変化がありました？まず、8連戦したことが、人生で初めてだったので、海外でタフだったんですけど、めちゃくちゃ帰りたかったって言ったらあれですけど、めちゃくちゃ帰りたかったんですよね。実際、はい、でやっと帰ることができて、練習したり友達と会ったり、うん、親戚に会ったりして、うん、気持ちも新たにまた頑張ろうっていうそういう気持ちで来れました、このロンドンには。そうだよね。だからよく考えればっていうか、その最初のケニアでフレッシュな気持ちで行って、ケニアでもよくて、で今回日本にまた一時帰国して、心をまあちょっとリセットもできたのかなっていうのもあって、またいい成績が出せて、改めてゴルフってそういう部分が大きいよなっていうふうに思って見てみました。そうですね、8連戦の最後のフィンランドあたりで結構調子が上がってきてるなっていうのが自分の中であって、今週も上位で戦うことができたと思います。 YouTube で見てましたけど、ものすごい面白いコースだったね。今回のコースの印象と天気はもうすごかったじゃない。あんまりまだその試合を見てない方がいらっしゃったら、ぜひね、YouTube で追っかけ放送やってるので見てほしいんですけれども、なかなかありえないぐらいの爆風が吹いていて、このコースと天候とかそういったとこを聞かせてください。3日間あって、風はずっと吹いてたんですけど、2日目が本当にすごくて、もう注意報が出てたんですけど、強風注意報みたいな。ここ最近で一番風強いなっていう中で2日目をやったんで、しかもコースも結構難しい、狭いホールが結構あるので、マイホールも気が抜けないというか、マイショットはい、キャディーさんとボクシングだねみたいな喋ってました。それは殴り合いだっていう意味ね。そう、耐えるだけだなみたいな、そういう感じでっていうことね。最終日すごいスタートだったじゃないですか。順位的には3位で出て、ネリーコールだと一緒に回ったらいい経験になるだろうなと思ったけど、1個後ろで、でもそれでもチャーリーハル、それこそヨーロッパを代表するソルハイムカップの代表選手とラウンドして、すごくいい経験が積めたと思うんですけど、いかがでした？最終日の展開、組み合わせ含めてその辺の話もお願いします。まず何人か LPGA の選手がこの試合出てたので、めちゃくちゃ一緒に回りたいっていうのは最初からあって、でまあ最終日にいい位置からスタートできて、しかもチャーリーハルさん先週の全米オープンで2位だったので、すごい調子がいいんだろうなと思って、もうすごい楽しみで、シンプルに今日1日楽しかったし、やっぱり寄せて当たり前のところから当たり前に寄せてくるというか、そういうボンミスとかないし、そういうのを見てて、あ、うまいなって見てて楽しかったですLPGA ツアーで戦ってる選手たちのそういう力強さみたいなのを感じられたのはすごく良かったと思うね。ただ前半終わって全く同じスコアで、よし後半っていう展開があったと思うんですけど、特に今日の展開の話を聞きたいんですけど、頭イーグルでどういう今日一日だったのか。イーグルはラッキーですよね。正直風向きによっては2オンできるホールで、それがいい感じに寄っていい感じに入っていいスタートだったっていうラッキーな感じで、そこからその次のホールでボギーだったんですけど、今週初めてスリーパットしてめちゃくちゃ難しかったんですけど、そこからそんなに悪くない感じで平和ななんとか頑張ってスコアをまとめてたんですけど、後半に入って10番ホールちょっとディボットに入ってて、そこからセカンドがね乗らず、そうです、セカンドが、はいはい、セカンドショットがね、はい、乗らず寄らず入らずでボギーが来ちゃって、ちょっともったいないボギーがあり、うん、その次のショートホールで、え、井上さん見ましたか？見ましたよ。あのショートで昨日めっちゃダフったんですよ。はい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 。なんか嫌なんですかね、わかんないですけど、めっちゃ引っ張ら斜めのアゲンストが強く吹いてて、右奥ピンじゃない。はいはいはい。左に打ちたいんですけど、それを左にしっかり打とうとしたら左のチーピンもあるなと思って、うんうん、ちょっとフェード目で、うん、6番ユーティリティで打とうと思ったら、はい、それがすごいミスショットして右に出ちゃってなんかもうよくわかんないところに行ってしまい、一応暫定球打ったんですけど、ボールが見つかってアンプレーをせざるを得なくなって、うちに戻ってネリーコルダーが待ってるっていうのにそれ見てました、全部一部始終一部始終ずっとテレビで、あの YouTube と映ってたから、まずいでも戻って奥エッジからナイス2パットだったなとは思うんですけど
はい、もう仕方ないと思ったんですけど、また次でアンプレをするという。次のねアンプレはいきなりね映像的にはセカンド地点から第4だって書かれてたんだよね。だから何が起こったんだっていう。あそこのホールめっちゃ狭いんですけど、右がもうペナルティエリアで、うん、まあ、左が高いからフェアウェイが、うん、左打っていって傾斜で戻ってきてフェアウェイみたいな感じなんですけど、まあ、それもアゲンストが吹いてて、私左にちょっと強い球打ちすぎちゃって、うんうんうん、またなんか打てないところに行ってしまい、はい、それもアンプレで2クラブでここに出すだけで、はい、そこからも結構難しいんですよ。池越えのめちゃくちゃアゲンストのピン奥で簡単じゃないんですけど、そこからめちゃくちゃいいショットして、はいはい、2パットのダブルボギー、またダブルボギー来ちゃったっていう、はい、そう、何が分かんないけど4って書いてあったから何かはあったんだろうと思ってたんだろうけど、あ、そういうことだったんですね、はい、後半結構ね苦しい展開で、一番ユリが苦労してる時間帯が一番映ってたのね大体放送、あ、まあ、もちろん前半映ってましたよ。前半の途中から放送が始まったからずっと映ってて、その一番タフな苦労してるところは十分見てましたありがとうございますでも最終ホールの2オンからの最後バーディーで、順位もボードもあって分かってたと思うんだけど、最後のホールのセカンドと展開が分かってる中で、あれはどういう気持ちで打ってったのかな。そのアンプレから最終ホールに至るまでになんとかバーディー取りたいと思ったんですけど取れなくて、うん、でも最終ホール、まあ、ティーショットをフェアウェイに置けて、このパー5 2日間ツーオン狙ってないんですよ。セーフティー普段出てずっと今日距離数えてて、うん、いけるぞってなったんですよ。ちょうど距離が、あ、ちょうどジャストだぞっていう話になったね。5番ウッドでしっかり打って、うん、アゲンストがかなり吹いてたんで、うん、これもう行っちゃうって行っちゃっていいかなみたいな感じでキャディーさんに言って、はい、キャディーさんもまあいいんじゃないみたいな、いけるよって言ってくれて、うん、でツーオンして、ボードも本当見てたんで、うん、もう1個バーディー取るだけで全然違うだろうなっていうの分かってたんで、もうあわよくばイーグルだと思っていやでも本当最後素晴らしいバーディーで、やっぱりそれはすごく価値があって、終わってすぐポイント見ましたポイントもこうやってチェックしてポイントチェックしてました実際その30ポイントの違いが一発にはあって、もちろん賞金もそうだけど、今どちらかといえばポイントの方を優先的にこう考えなければいけなくて、一応300のお題にも乗って40番台の前半まで戻してきたという状況で、いよいよ中盤戦に入ってるっていう状況なんだけれども、ファンの皆さんはこれからじゃあユリが何の試合に出れてどういう動きをするのかみたいなところってとても興味があるとは思うんだけれども、今後の短期的な動きってどういう風になってるのかちょっと教えてもらっていいですか。まず次、うん、来週はスペインで4日間試合があります。それが終わったらまず日本に帰って1回スコティッシュオープンの週だよね。あれ違うか。そうです。スコティッシュオープン入れないからその週帰ってくるってことだね。はい、試合がないので帰って、うん、まあ、次がその全英、私出れないので、うん、全英の最終予選から出れるんで、その最終予選に月曜日行きます。この最終予選に出るっていうのがなぜ出れるのかとか、最終予選のこう話とかちょっと聞かせてもらっていい。2回予選があるんですけど、予選があって最終予選があるってことね。そうです、はい、で私がその LET ツアーの何位以内みたいな、うん、何月何日の時点で何位以内の選手は最終予選から出れますっていうのがあって、はい、で私はそこに該当してたので、うん、最終予選から出ますAIG の最終予選に、だからそれによって出れるよと。でもその最終予選ってまさにマンデーで AIG の週の月曜日にやるわけでね。そうです。同じ会場でやるの。それ違うゴルフ場なんですよそうなんだよね。そう、それが結構通るか通らないか分かんないから、うん、もし通るってなったらもういろいろ急いで予約しないとっていう感じの流れにはなると思います、はい。そうだよね。イギリスの物価って本当世界で一番高いなって今まで感じてたけど、実際行ってみてどうですか。ポンドが180円ぐらいですよね。そうそうそう、180円ぐらいだと思うな。もはや考えてないです、計算してないです。もう何かを買うときにそれを計算しないようにしてる。そうですね、まああんまり買う機会がないっていうのもあるんですけど、アラムコの試合、うん、めちゃくちゃホスピタリティがいいので、何かを買ってないですね、記憶に。なんか晩ご飯ぐらいなんですけど。今回お母さんと一緒に行ってるの？一人で行ってるの？
です。全部一人で行って、夕食もスーパーかなんかで自分で買って食べてるってこと？いや、もう友達ができてきて、友達とに晩ご飯食べたり。あ、いいね、はい。お昼食べたり、あっていいです。徐々に友達ができてきた。はい、おかげさまで。あ、そうだ。あと今回アラムコのこのチーム戦みたいなところを、みんな何そのチーム戦みたいなところを思ってると思うんだけど、うん、まずこのアラムコの試合の仕組みっていうのを最後話してもらっていいかな。チーム戦と個人戦があるっていうところと、どういうフォーマットなのかっていうところも。3日間競技なんですけど、うん、2日間チーム戦も兼ねてて、初日と2日目、はい、でこのチーム戦は4人1グループでチームになるんですけど、うん、3選手と1人アマチュアの方で1チームで、4人中2人のベストスコアを1ホールずつ取っていくっていうルールになります。なるほど。初日2日目の結果的に良かったけど、気持ち的な、もちろんチームで一緒に回ってるじゃない、はい、すごい不思議な感じなんじゃないかなと思うんだよね。個人戦のスコアを気にしながら、でもチームとしても頑張るぞみたいな感じになってるってことだよね。でも全然キャプテンっているんですよ、そのチームに1人、うん、はいはいはい。キャプテンっていうのは世界ランキング上位者から30何人いて、でそのキャプテンが指名して1人選んで、はい、であともう1人はランダムで、もう1人アマチュアの方っていう1チームになるんですけど、はい、キャプテンが私のタイの友達で、ドラフトの前に私を選んでって私言ったんですよ。そうなんだ。はい、それでユリはそこにドラフトで引っかかって選ばれたってこと？そうそう、その子がパッパッて言って選んでくれて、ほんと和気あいあいと4人で、もちろん個人のスコアも気にしてるんですけど、うん、バーディーとか取ったらもうみんなでイエーイって言って、そんな感じで。その雰囲気も逆にちょっとやりやすかった？そうですね、私はやりやすかったです。むしろその友達とチームでみんなで楽しく喜び合ってみたいな。なるほどね。はい、じゃあ私がいつの日かキャプテンになる日もそう遠くはないね。選ぶの嫌ですね、なんか。いや、だからいいんじゃない、楽しいね、そういうラウンドを楽しめる友人っていう選び方をするのが、だからもしかしたらユリにとっては。もちろん賞金があるじゃないですか、チーム戦に。うんうん、大きいので賞金が。ね、見たよ、今回だっていくらだって、5000ドル以上あったでしょ。あったと思う、1位で あっただから有利の順位で、だから日本円だと75万ぐらいあったと思うな。100万ないぐらいですね。そう、100万ないぐらいあったね。うん、だから結構大きいよね。フロリダで同じフォーマットで試合が前あったんで、今回は正直めちゃくちゃ強い、例えばネリー・コルダさんのチームに入ったら、うん、他力本願じゃないですけど、うん、お任せみたいになっちゃうってこと。稼げちゃうじゃないですか、うん、多分、うん、分かんないけど、今回はみんなで頑張ろうみたいな、ちょうどいいチームだったってこと？前回もまあ楽しく回れたし、今回も楽しく、むしろ友達とかの方が絶対いいだろうなって。なるほどなるほど。ユリにとってもランダムに一人も入るだろうから、友達ができたりっていう意味ではこのフォーマットはいいのかもね。はい、なんかだからこそ FTT の中でいいのかなって思いました。そうだよね、なんか本当に LET ツアーってすごい仲良し感があるツアーだもんね。結構みんな海外勢も仲良しじゃないか、全体の雰囲気が。だからすごくそういうのもあるのかなって感じるね。だと思います。とりあえず来週やって、その AIG のマンデーが1回日本に帰ってきてあって、そういう動きであるというところですね、近々は。はい、はい、じゃあまずは来週引き続きこのコンディションをしっかりキープして、また優勝争いをしていきたいですね。はいです。そうだよね。でも最後ナイスバーディーでナイストップ10だったと思うんで、また来週もじゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあお疲れ様です。ありがとうございます。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。